ただいまより沖縄県内の中学生、高校生の皆さんによるパネルディスカッションを行います。登壇者の紹介をさせていただきます。まずコメンテーターをご紹介します。国立療養所沖縄愛楽園園長の野村健さんです。先ほどご講演いただきました国立療養所沖縄愛楽園自治会会長の金城正治さんです。次にパネリストの中学生高校生の皆さんです。中城村立中城中学校2年の棚原美代さんです。名護市立久部中学校2年の久志健介さんです。沖縄カトリック高等学校高校2年の戸口玲里さんです。そしてコーディネーターを務めます法務省の特別顧問で人権教育啓発推進センター理事長の横田洋三です。それでは横田理事長、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました横田でございます。今日の催し物の中で、中学生が参加する、高校生が参加する、パネルディスカッションの部に入ります。で、最初に3人の中学生、高校生からハンセン病に関する、作文を用意していただきましたので、それを紹介していただきたいと思います。最初は中城村立中城中学校棚原美代さんの作文の紹介ですが、この作文は平成28年度2016年度の第36回全国中学生作文コンテスト沖縄県大会において入選された作品で、それを今日は紹介していただきます。それでは棚原さん、よろしくお願いします。ハンセン病を通して中城村立中城中学校2年棚原美代、あなたは人権の意味を本当に知っていますか？私は人権のことをよく知りませんでした。知らなくてもいいと思っていました。人権、それは人間が人間として生まれてきた以上、誰もが同じように人間として尊重されなければならないということです。そんな人権の基本的なことを尊重されなかったハンセン病について私は調べてみることにしました。ハンセン病、皆さんはこの病気について知っていますか？ハンセン病は雷菌という細菌からなるものです。本来この病気は感染力が非常に弱いと言われています。しかし手の指や足の指がなくなり、顔の皮膚もただれていき、体の一部が壊死していくので、昔の人々はそういう人たちを山奥に捨てたそうです。私がハンセン病について調べようと思ったきっかけは、母方のおじいちゃんの姉です。私のおじいちゃんの姉は3年前に愛楽園でハンセン病患者として息を引き取ったそうです。母も私も3年前におじいちゃんの姉が亡くなったとしか聞いておらず、告別式には参加させてくれませんでした。私はそのことを聞いてハンセン病について
興味が湧きました。そしておじいちゃんに話を聞くことにしました。するとおじいちゃんは重々しく昔のことを語ってくれました。当時ハンセン病は治ることのない不治の病、感染する病気として周りから嫌われていたそうです。おじいちゃんの姉は家族に感染させないよう隔離されたそうです。また周りから家族に感染病患者がいると分かると日本の恥などと言われ、ひどい仕打ちを受け、その上お前たちも感染しているんじゃないかと疑われ、自分たちまでもみんなから嫌われるのです。今では薬を使って治せるので心配はいりませんが、昔のことがあったから告別式には呼ばなかったそうです。私はおじいちゃんの話を聞いて、もっと知りたい、もっと分かりたいという思いで、おじいちゃんの姉がいた愛楽園に行ってみました。最初に愛楽園の中にある資料図書館に行ってみることにしました。私はそこでハンセン病患者の今までのつらい日々を見て、同じ人間として生まれてきたのにどうしてこんなに残酷なんだろうと思いました。中でもとても悲惨だったのは断種手術というものです。ハンセン病患者の男の人は断種手術を強制させられていたそうです。アメリカの人たちに周りを囲まれ、麻酔も消毒もなしでコンクリートの上で切られたそうです。切られた後には誰にもバレないように気をつけていたそうです。女の人は赤ちゃんが生まれないようにおへそのあたりに看護師が赤ちゃんをめがけて針を刺して赤ちゃんが動かなくするそうです。そのことを知ったとき胸が締め付けられそうで痛かったです。同じ人間なのに何の罪もない人なのにととても驚きました。一生懸命に日々を過ごしているのにどうしてそういうことをするのかと悲しみと悔しさが心の中をうごめいていました。今現在愛楽園には187名近くの方たちがいます。それほどの人たちが今でも必死で生きています。その中で最も高齢者の方は102歳の元気なおばあさんです。その方は手の指が第二関節ぐらいまでしかありませんでした。しかしとても頭の回転が速く、今までの苦労を吹き飛ばすぐらいの元気があり、とても魅力的でした。今世界には多くの人たちが偏見によって人権を奪われています。あなたは本当に人権を知っていますか？もう一度深く考えてほしいです。誰かの人権を奪ってないか見つめ返してほしいです。私はハンセン病という病気だけでこんなに苦しい思いをしてきた人たちがたくさんいるとは思いませんでした。それにどこか他人事のように捉えていました。私はこれから一人一人が自分らしくいられるように身近な人権侵害を止めていこうと思いました。棚原さん、ありがとうございました。自分の経験に基づく、ハンセン病差別の残酷さというものを感じて、それと自分なりに取り組んでいこうという気持ちが表れていると思いました。続きまして、名護市立久米中学校の久志健介さん、お願いします。受け入れる社会づくり、名護市立久米中学校2年久志健介。僕たちの学校では毎年1年生が人権学習に合わせてハンセン病学習のため県内にある施設沖縄愛楽園へ行きます。自分も1年前に行き、ハンセン病のことについてお話を聞きました。そこで僕はとても驚きました。ハンセン病というだけでひどい差別を受け、人権は侵され、
苦しい思いをしてきたというのです。それにハンセン病は治る病気で感染力も非常に弱いというのに、国は隔離政策をやめなかったというのです。僕はこの事実を知ったとき、次第に憤りを通り越して悲しさを覚えました。国はなぜ隔離し続けたのか、なぜ人権が侵されているのにもかかわらず対応が遅かったのかと。その事実を知った僕が恐れていることが一つあります。それは風化です。この事実は決して風化させてはなりません。国の誤った政策、一般市民に植え付けられた誤った知識、それにより深い傷を負ったハンセン病元患者の問題は社会全体で反省すべきことだと思います。社会全体で反省する、それは受け入れる社会づくりをすることだと思います。ハンセン病元患者の心の傷は深く重く、まだまだ癒えていない部分もあると思います。そこで僕たちは次世代の子たちへ伝えていくのです。ハンセン病元患者の皆様はひどい差別を受けて苦しい思いをしていたんだよ。国は誤った政策で心に傷を与えていたのだよ。そしてハンセン病は治る病気で感染することはほとんどないんだよと、ハンセン病に対する正しい知識と歴史を教えることが、この事実の風化を防ぐことにつながり、その上ハンセン病元患者を差別せず、国全体が元患者の皆様を受け入れて平等に見ることが、ハンセン病元患者の心の傷を癒し、国そして私たちにできることであり、とても大切なことだと思います。クシさん、どうもありがとうございました。クシさんもご自身の経験の中からこの問題と取り組んで、そして自分なりに風化をさせないという気持ちをこの作文の中で表していると思います。続きまして、沖縄カトリック高等学校の戸口玲里さん、お願いいたします。すべての人が堂々と生きられる社会の実現に向けて、沖縄カトリック高校2年戸口玲里。あれは小学校6年生の時でした。宗教の授業の中でダミアン神父について学ぶ機会がありました。彼は当時ハンセン病患者の隔離施設として使われていたハワイの島に自ら赴き、多くの人々のために生涯を捧げた人でした。その学びが私にとって最初のハンセン病との出会いでした。そして昨年、学校での平和学習の一環として愛楽園を訪れ、当事者の口からハンセン病の歴史を学んだとき、いかに悲惨なことがあったのかを今までよりも詳しく知ることができました。中でも印象的だったのが、愛楽園の敷地内を見学したときのことです。当時、患者とその家族との面会用施設として使われていた場所がありました。そこは仕切り板で完全に隔離されており、わずかしかない面会時間で患者とその家族は触れ合うこともできなかったそうです。また私とそう変わらない年齢の時にハンセン病にかかった方の中には、名前を変えて生きることを強いられた人もいました。家族と会えない辛さ、人間らしく生きていけない辛さは、我が身になぞらえても胸が締め付けられる思いです。ある方の入り口はあっても出口はないという言葉には、さまざまな思いが込められているように感じました。ハンセン病は恐ろしい伝染病、この誤った認識は多くの方の人生を奪いました。そしてこの誤った認識に拍車をかけることになった隔離政策、この政策が撤廃されてから20年以上が経ちますが、
依然として差別の意識は強く根付いています。一度人々の心に差別や偏見の意識が植え付けられてしまったら、その芽を取り除くことには膨大な時間がかかるのです。そのことを裏付けるかのように、6月23日に発行された新聞には、国連によってハンセン病患者に関する特別報告者が設置されるという記事が載っていました。ハンセン病の人権問題は日本だけの話ではなく、世界中で重要視されている問題なのです。私はこの差別の意識が人々の無知無理解によるものだと考えます。そしてこの無知無理解を変えるためには学びしかないと自身の経験から思い知りました。おそらく私たちが当事者の話を聞くことのできる最後の世代になります。だからこそ私たちのような若い世代が人権についての学びを深め、正しい知識を伝えていくことは一人一人の使命であると思います。そこで私は次の3つのことを提案します。1つ目はハンセン病回復者の方との定期的な交流を持つことです。香港では毎年クリスマスのささやかなお祝いとして愛楽園にクリスマスカードを送っています。こうした年1回ほどの交流も私たちとハンセン病回復者の方との架け橋になると思います。2つ目に各地にある療養所や資料館などを積極的に活用することです。実際沖縄に住んでいても愛楽園や宮古南西園を知らない人もいます。身近なところに目を向けることは学びを深めるいい機会になると思います。最後に人権について広く深く考える機会を設けることです。小中高とそれぞれの年齢に合わせて段階的に学び、学生から発信することで多くの人と知識を共有することができると考えます。長い間繰り返されてきた差別の歴史に今こそ終止符を打つ時ではないでしょうか。ハンセン病によって人々が受けた辛い過去や奪われた人生はもう二度と戻ってきません。だからこそ私たちがその思いを紡ぎ後世に残すことが大切です。ハンセン病で苦しんだ全ての人が堂々と生きられる社会の実現に向けて、小さくとも確かな一歩を踏み出します。戸口さん、ありがとうございました。今3人の中学生高校生に、作文を紹介していただきましたが、最初に棚原さんにちょっとお伺いしたいんですが、やはり3人ともなんですけれども、沖縄愛楽園に行ったことによって、行く前から関心はあったけれども行ったことによって非常に大きな影響を受けたということをその作文の中で書いているんですけれども、田原さんもそういうふうに書いてありますけれども、そもそも愛楽園に行くきっかけっていうのはどういうふうにできたのか、ちょっとお話していただけますか。おじいちゃんの姉がハンセン病患者っていうことを知って、でハンセン病最初は知らなかったけど後から興味が湧いてきたので愛楽園に訪れました。一人で自分で行ったんですか、それとも誰かと一緒に。とおじいちゃんとお母さんと一緒に行きました。家族でですか。あ、そうなんですか。それはまたこれから他の皆さんの中にもそういう形で家族でもっとハンセン病のことを知っておこうっていうことが起こるかもしれませんけれども、田原さんの場合にはその、先駆けのような形で愛楽園に行かれたわけですね。どうもありがとう。同じようにですね、くしさんも、愛楽園に行って非常に印象を深めたということだったんですけど、クシさんの場合には何かどういうきっかけがあったんですか。この、
僕たちの学校では毎年1年生が総合学習の時間で人権を学ぼうということで、人権を学ぶと一緒にこのハンセン病のことについて学ぼうということで、県内の施設沖縄愛楽園に行って、でハンセン病元患者の方の方から直接お話を聞いて、お話を聞いたり展示室を見たりして、じゃあ人権って何だろう、じゃあ人権を守るためにはどうしたらいいんだろうっていうのを自分なりの答えを出して、でその自分の出した意見を大切にして、これから、まあ、身近にいる友達であったり、これから出会うたくさんの人たちの人権を守っていこうっていうのが、うん、沖縄愛楽園に訪問する目的でありますね。そうするとその人権を勉強するということがあって、で具体的な例として、沖縄愛楽園というものを、まあ、選んだということですね。それは教科でいうとどういう科目に関係するんですか、どういう関係の先生が指導されたんですか。これは総合の学習の時間と道徳の学習の時間の合併でハンセン病について学ぼう、人権について学ぼうということで実施されています。なるほど。そうするとさっき の, その田原さんの場合には、まあ、自分の個人的関心から始まって家族でということだったんですけれども、久米さんの場合にはむしろ学校が人権の問題と取り組む中でみんなと一緒に愛楽園行こうという形で行ったわけですね。よくわかりました。戸口さんの方は最初のお話の中、作文の中ですでに学校の平和学習の中でそれを扱ったということを説明されてますね。それで事情がよく分かったんですけれども、戸口さんの場合には作文の中で一つ私の心にもちょっと残るような言葉、これ戸口さん自身が非常に印象深かったので作文の中に書いてあるんですけれどもね。でそれが何かと言いますと、ハンセン病で療養所に入れられた人たちが療養所のことをですね、入り口があっても出口はないところだと、こういうことをおっしゃった。でそれが戸口さんにとっては非常に心に残ってたということなんですけど、その場合にその言葉の中にはさまざまな意味が込められている、でそういうふうに受け止めたということだったんですが、その辺の気持ちをちょっと説明していただけますか。このハンセン病は治ったらすぐに帰れるってこの多くの方が思って入所したところ、なかなかそうはいかなくて、なんか何年も帰れないっていう、そういう面や、愛楽園にこの訪れた際に納骨堂があって、この亡くなった後も家族と一緒のお墓に入れないっていう、そういうことがとても衝撃的で、そういった意味がこの出口はないという言葉に含められていると思います。なるほど。このことは先ほど基調講演で金城さんが話された、最初聞いた時には3ヶ月で帰れると言われたのが、実は37年も法律が改正されるまでいざるを得なくなったというお話の中にも象徴的に表れてますね。でそういうその実は一旦入ったらもう出られないところという受け止められ方がしていたというのが、このハンセン病の療養所の非常に残酷なところだと思いますね。そのことを戸口さん感じられたわけですね。はい、わかりました。3人の作文を紹介していただいて、いろいろ印象があると思いますが、この点についてですね、先ほど基調講演をしてくださった金城さんと、それから沖縄愛楽園の園長の野村さん、お二人がおられますので、短く、この作文聞いての、印象を含めた感想を紹介していただけるとありがたいと思います。最初に金城さん、よろしいでしょうか。はい、そうですね、3名の学生たちはよく話を聞いたり見たり聞いたりしてるなというふうに思います。やはりこういう年代の子どもたちには非常にショッキングなことが愛楽園で行われていたという、今の一般の時代の中では見ることのできないことが園内で行われていたというのが非常に作文の方でも出ていたんじゃないかなと思います。先ほどもありました通り、入り口あって出口ないとかという話とかですね、
そういう問題とか、また園内に納骨等があるという、普通の一般の病院ではそういう亡くなったら自分のお墓に入るとかそういうことですが、ハンセン病の患者たちは、火葬して納骨等に入れられるというようにあります。で、愛楽県の火葬場というのもですね、沖縄県内で2番目にできた火葬場なんです。那覇に最初できて2番目にできた。これはどういう、何を意味しているかを皆さんで考えていただければというふうに思います。まあ、こういうふうにして非常にそれぞれの意見がこの作文の中に書かれております。3つの提案もあったし、またこれから風化させないためにどうすればいいのかということですね。我々今自治会ではボランティアガイドということで養成講座を毎年開いております。これは何をしているかといいますと、もうハンセン病の入所者たちは平均年齢が80を超えています。もうすぐ84歳になります。若い頃は自分たちで案内ができたものがもうできなくなってきていると、それに代わる人たちを養成していこうと、語り継いでいく人たちを養成していこうということで今毎年やっているんです。もう今年も終わりましたけど、また来年もやりますんで、広報で行いますんで、どうぞ興味のある方は参加していただければというふうに思います。いろんな平和の問題とか人権の問題とか学べる場所にしておりますんで、ぜひとも愛楽県に来ていただければというふうに思います。こういうふうにして子どもたちと同じようなことが皆さんの頭に浮かんでくるんじゃないかなというふうに思います。変わります。ありがとうございました。じゃあ野村さんお願いいたします。3人の生徒さんのお話聞かせていただいて、やっぱり関心を持つということがどんなに素晴らしいことかなと思いました。無関心こそが一番考えるべきことで、関心を持つことで愛楽園に行くことになり、それが自分のものとして考えるきっかけになっているということですから、まあ、ここにいらっしゃった皆さんもぜひ沖縄にお住まいの方でしたら愛楽園に来ていただいて、見るだけで、その場に行くだけで何か感じ取ることがあると思います。この子たちのようにいろんなことを感じていただきたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。野村先生の場合にはお医者さんとして、愛楽園に関わり、そして患者さんを見てお医者さんとしてと同時に一人の人間としてですね、この人たちの人権が守られてないことに対する、疑問点などを感じられたと思うんですが、その辺の野村さんの、経験からなんかこう気づいたようなことがもしあったら、私たちは医者じゃないもんですから、ハンセン病は感染力も弱いし、うつらないし、治るんですよって言っててもですね、じゃあその先差別はすぐなくなるかっていうと、なかなかなくならないって問題があるので、その辺についてお医者さんとしてどういうふうに受け止めておられるか、ちょっと伺わせていただけますか。はい、私が愛楽園に、勤務しだしたのはもうちょうど法律が廃止になった年に行くようになりました。で、僕らは医者としてその医学部生としてですね、ハンセン病について何も学びがありませんでした。それで行って初めて行くときにですね、大丈夫なのあんたあっちに行ってっていうかね、愛楽園ってハンセン病でしょって言って、行って大丈夫なのって僕は言われました。周りの同僚からもそうですし、お医者さん自身からもそう言われたと。実際またこちらから入所者の皆さんを紹介する先の病院でも、そういうハンセン病だけど受けて大丈夫なのっていうような、どういうふうに見たらいいのっていうのも問い合わせを受けたりとかというのもありましたね。なので、実際今小中高とたくさんの方が学生の頃いらっしゃいますけど、看護学生多いです。医学部の学生、いないです。なので今年から留大の医学部の2年次が学年を上げて来ていただけることになったのがすごく嬉しくてですね、まずその雷予防法についても医者が大きく関わってできたところもあるので、医者の無理解とかそういうのも非常に痛感しますね。僕が愛楽園に行った時に
往診というか部屋に行くと名前が2つあったとかですね、夫婦で名前が違うとか、カルテを見ると本延命って書いてあるのにすごくショックを受けました。延命本名って書いてあるんですよね。名前が2つあったって全く違う名前が書いてある。何ですかこれはっていうようなところですね、うんうん、びっくりしました。まあいろいろです。僕に先生園外のことを入所者の皆様は社会と呼んでるんですよ。これもショックでした。社会に行くんだけど、許可書書いてくれませんかっていうのを、医者のサインが必要だっていうことでですね、もうそれも驚きでした。社会に行くから許可書を書いてくれって言われて、僕もたくさん書きましたけど、これがすごくショックでしたね。そんなとこです。ありがとうございます。園長先生でなければ、あるいはお医者さんでなければ、分からなかったところを私たちに教えていただいて大変勉強になりました。金城さん、今野村先生がおっしゃったことの中で、療養所に入ると名前を変えるっていうことが非常に一般的だったと、金城さんの先ほどの話もあったかもしれませんが、私の知る限り日本の療養所では非常に頻繁に行われていたんですね。そのことについてちょっと状況っていうのを、理由とか事情とかその辺について簡単に説明していただけますか。はい、先ほど延命と本名とかということで、一人で名前を2つを持っていると、あとペンネームを持っていると3つも持っているとかですね、そういう人がいるんですけど、この人たちはなぜそういうことをしたかというとですね、本名で生きていくと自分の家族親族に迷惑がかかるということで延命をつけたわけです。そして全く知らないというようなことにしているわけですね。家族と縁を切る、名前を変えていくということが行われた。これはもう全国の療養所一緒です。だし、私は1980年に入所したんですが、もう私の時代にはそういうこともなくて、私はずっと本名で通して生まれた時から一緒です。そういうことで若い人たちはそういうふうに本名でそのまま通している。しかし、平成8年に、第予防法が廃止されて、その後裁判を起こして、裁判が確定した後人間に戻ったということで、多くの人たちが本名に戻しています。愛楽県でももうほとんどの方が本名で生活をするようになってきました。まあ、そういうことでですね、こういう曲がった社会からで生きていたという人たちですね、ハンセン病の人たちは。そして戦争中に亡くなった人たちは愛楽県に入っていたということで、戸籍も載ってない、戸籍にも抹消されてしまって載ってないと。沖縄では皆さんご承知の通り、戸籍が消失して戦後になって戸籍を作り直したと。その時に亡くなった人たちの戸籍は載ってないというのがほとんどだったと思います。愛楽県でもそういったことで、たくさんの人たちが、亡くなった人はもちろんですが、愛楽県に入って入所している人たちも戸籍がなかったという人たちが戦後になってたくさん出てきたというのがあります。裁判、失礼しました。選挙権が得られるということで、いろいろ調べてみて、選挙権がないという、なぜなんだということを見たら、戸籍がないということで選挙権がないとかですね、ついこの間の裁判の時には、遺族提訴をするためにやろうとしたら、そこに遺族のちゃんと系統を立てた戸籍がないということで相続もできないという。子供はいるんですが、子供を産んだんですが戦時中に、この子たちは兄弟の子とか親の子の戸籍に載ってしまって、本人の子じゃなくなってしまっている。そういったことで相続ができないというようなことも起こっております。ですから、いろんなことが、まだ目に見えないことが、人権を無視したようなことが行われていたというのがハンセン病療養所です。ありがとうございました。名前が変えられたり、2つ持ってたり3つ持ってたりっていう事情はですね、よく聞くんですが、今のお話でよく分かりました。どうもありがとうございました。
今日はですね、3人の中学生高校生に、自分たちがどうしてハンセン病に関心を持つようになったか、そして実際に沖縄愛楽園に行ってみて、入所者の話を聞くことによって一層そのハンセン病に対する差別、それからそれを国として強制入院という形でもってハンセン病の患者さんを差別し人権を無視してきたということ、それに対して若い学生としてこんなことがあっていいんだろうかという疑問を持って、そしてそれをなんとか自分たちの世代で受け止めて将来に向けてこういうことが起こらないようにしようという決意をいろんな形で表現してくれたと思うんです。そういう点でこれまで起こった出来事そのものは私たちとしては反省して受け止めなければいけませんが、同時にこういう若い人たちがそれからですね学んで、さらに、将来は明るくしようということで、作文にその気持ちを込めていたということは私たちにとって大変勇気づけられることではないかと思います。3人の作文の中でもう一つ私が非常にありがたい嬉しいと思ったことはですね、テーマはハンセン病の差別なんですけれども、それをきっかけにして他の差別で苦しんでいる人に対する一つの、思いやり理解、そういうものを今後深めていきたいということがいろんな形で作文の中に現れていたと思います。これも大変大事で、差別に苦しんでいる人は今日世界中にたくさんいます。日本にもたくさんいます。で、こういう人たちもやはりハンセン病の患者さんたちが経験したと同じような差別を今も経験している可能性がありますので、そういうことも含めて人権一般にも理解を深めるということが大事だなということを感じました。今日はこういう形で若い人たちにですねこの問題について自分たちの受け止め方を紹介してもらい、それから愛楽園に関係している自治会の会長さんとそれから園長さんにそのコメントをしていただくという形でこのパネルの趣旨は十分に生かされたのではないかと、私もいろいろ教えていただいたと思います。会場の皆さんと一緒にこのパネリストの皆さんに感謝をしたいと思います。どうもありがとうございました。パネリストの棚原さん、串さん、戸口さん、コメンテーターの野村さん、金城さん、コーディネーターの横田理事長、ありがとうございました。これをもちまして、パネルディスカッションを終了させていただきます。